4月2日に自身のツイッターで、約102キロあった体重を5ヶ月間のダイエットにより 47.3 キロ落として75キロになったことを告した。お笑い芸人のが、リガリガリクソン。肥満体型だった頃の写真と現在の標準体型になった写真と、ともに、俺は平成の終わりにデブを捨てた。日本で俺より脂肪を捨てた男因の、今後デブはブロックします、など、得意の煽り文句をガンガン投稿し続けている。ガリクソンは前日に重大な、発表があると予告していたため、この日の投稿は引退のお知らせとの書き、だしが、しかし、この度、私ガリガリガリクソンは死亡に別れを告げてデブを引退することになりましたと続けていた。まるで別人となったガリクソンに対し、ネット上ではイケメン風になったガリクソンに驚いた、マジでかっこよくなってるこれ本当だったらすごいなど驚きの声が続出しています。しかしその一方で、これじゃ芸名通りになっちゃったじゃん。芸人としては終わったな。見た目が普通のガリクソンに煽られてもイラッとしねえ。といった、芸人としての危機を感じさせる声も上がっているようです。女性指揮者。昨年5月に道路交通法違反、酒気帯び運転の疑いで大阪府警に逮捕、略式起訴され、今年1月まで謹慎していたガリクソン。自分の罪と共に脂肪を脱ぎ捨てたということか。